藤谷蓮次郎です。野口五郎音楽ビギナーによる野口五郎音楽の聞き進め企画いきたいと思います。よろしくお願いします。またお願いをしておきます。まだチャンネル登録をしていただけてない方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録をしていただける方が増えていくこと、それから再生回数が増えていくこと、そういうあたりで私としては非常に助かりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録とそれから再生回数の方、できるだけ、何回か見ていただけるとありがたいと思っておりますが、あまり贅沢も言えませんのでよろしくお願いいたします。今日は今まで出してきたその動画の中でだいたい1年ちょっともう野口五郎氏の音楽の聞き進め企画やってるんですが、その中でコメントでいただいたところでおすすめしていただいた方が何人かいらっしゃった曲1曲いきたいと思います。ラストジョーク、ゴロインロサンゼルスなのかな、まあ、ロサンゼルス録音版ということになっていて、アルバムの中の1曲ですが、ラストジョークです。詩が阿久悠さん、曲が堤恭平先生です。1979年の作品ですが、ちょっとしたすれ違いの中で恋愛をなくしていく、まあ、幻のように消えた恋愛みたいなところを歌ってるんですが、何よりもやはり曲がかっこいい。詩が阿久悠の阿久悠さんの世界観なので、五郎さんも阿久悠さんの曲何曲も歌ってらっしゃいますけども、どっかで何かこう引っかかりのある男の姿っていうのは阿久さん得意としてて、まあ、前にも言ったことがありますけど、彼が一つ中心的に作っていたジュリーさんの曲になってくると、かなり意識的に、まあ、ドラマチックに、もうわざとらしいくらいドラマチックな絵にすることがあるんですが、こちらは、何気なく出会って、いつの間にか恋が破れていって、その幻に悩むというか、少しこう心に、振り回された後の残る男の姿というのが描かれております。それが五郎さん、ラストジョーク。曲としてもスピーディーでかっこいいし、まあ、サウンドもいいですし、メロディーもやはりかっこいいなと。この時の五郎さんの描き方として、1979年ですから、いろいろこうシングルレコードとアルバムの中で全く世界観が違うことを、同じ人なんだろうかというくらい違うことをやってるっていうのが五郎さんだなと思うんですけど、このレベルのやつがうまくいくと、多分シングル曲の中でもそっち側にぐーっと行きたかったんじゃないかなくらいの仕上がりです。ただご覧いただいてお分かりのように、このスタッフは完全に歌謡曲として全面化していく、それを考えて起用されている2人、まあ堤恭平先生はいろんなことをおやりになりますけど、五郎さんとの間では、阿久さんの場合だったらね、阿久さんにオファーするってことはシングルレコードとしてぐっと売りたいという気持ちがある場合だと思うので、それも十分にそれだけの質のある都会の男女のすれ違いを描いた曲だとは思うんですが、なかなかねこの当時難しい点があったのか、まあアルバム曲の中の一つというところで収まってますけど、すごくかっこよくて鮮やかな曲だなというふうに私は思った次第です。ご紹介していただいた方ありがとうございました。でまたひょっとしたらそのアルバム全体でどうかななんてことを一回取り上げてみたいなとは思っておりますが、まあ五郎さんだけじゃなくていろんな方取り上げておりますので、いつになるか分かりませんが、また、そんな話もしたいと思います。阿久悠さんの詩の世界を五郎さんが歌うとこんな感じ、もちろん他にもありますけども、こんな感じだなという面白さ、あります。70年代の後半から80年の頭くらいは阿久さんのね詩のシングル曲というのもあって、売れてる曲もありますんで、阿久悠から五郎というところもいずれは見てみたいなと感じてる次第です。今日は野口五郎さんのラストジョークという曲取り上げてみました。ご紹介いただいてありがとうございました。深く触れるにはアルバム全体でいずれやってみたいと思いますんで、よろしくお願いします。それではまたお会いしたいと思います。チャンネル登録の方をまだの方はぜひともよろしくお願いいたします。それでは失礼します。